ないだ。時に突然話しかけないで、ぼーっと突っ立ってたように見えたけど、そんなことない。新しく開発した種が4倍も大きいスイートフラワーの名前を考えてたの。あれ、興味があるの？今度見せてあげるよ、絶対ね。雪山じゃなかったらいつもは持ち歩いていたのに、残念。そういえば、お前って城内で研究してるんじゃないのか？こんなところで何してるんだ？ティマイオスと一緒にアルベド先生の実験データの整理を手伝ってたの。ティマイオスはついさっきここから離れていったんだけど、会わなかった？会ってないな。アルベド先生と比べたら自分はデータを読み解く力がないって落ち込んじゃってね。先生が見ればすぐにわかるものも、私たちは考えないとわからないから、おそらく知識と経験の差だと思うんだけれど、それで辺りを散歩しに行っちゃったので、私は一人ここに残って作業をしてたんだ。本当は作業が終わったら辺りを見て回ろうと思ってたんだけど、報告書から興味深いデータを見つけたの。はあ、でもまだ探索の旅には出られそうにないみたい。探索？何を探すんだ？あれ？あなたたち、もしかして手が空いてるの？空いてるぞ！ちょうどここら辺をブラブラしてたとこだ。なら、手伝ってくれる？実は、アルベド先生が、私とティマイオスに何か隠しているみたいなの。アルベドはお前らの先生みたいなもんだろ？生徒相手に隠すことなんてあるのか？でも何かをずっと隠している気がする。錬金術に関する何かすごいものを。何も分かってないのにやけに自信たっぷりだな。だって私もティマイオスも錬金術の熱狂的な研究者だから、もし別の何かなら私たちに隠す理由がないもの。ああ、確かにその通りかもな。アルベド先生の隠し事を調べてくれる？とても気になるの。お願い、お願い。どうする？やった！よかった、ありがとう。よし、それなら早速行くとするか。おや？君たち、何しに戻ってきたんだい？道に迷ったのかな？違うぞ！ん？秘密？おいおい、何言ってるんだ！こういう時は普通こっそり調査するもんだろ？なんで全部言っちゃうんだよ！そうかもしれないけど。ちょうどいい。僕も君に頼み事があったんだ。
これを受け取ってほしい。あ、なんだこれ。見ての通り、片手剣さ。剣は僕が撃ったものではない。だが先ほどそれに錬金術を施した。試してみたくないかい。僕の研究によると、それは特殊な剣で君にしか扱えないだろう。そして僕は今その剣のデータが必要なんだ。君にそれを使ってたくさん戦ってほしい。ちょっと待ってくれ。こいつにしか使えない剣ってどういうことだ？なかなか鋭いね。その剣にはある種の呪いがかかっているんだよ。普通の人には扱えないが、君は違う。え？つまりこの剣の呪いは唯一君にだけ害を与えない。だから君以外に僕を手伝える人はいないってことさ。無駄話はこれくらいにして、この近くで怪物を探してくれるかい。使えばわかる。やっぱりちょっと心配なんだけど。火炎よ、燃やし尽くせ。見つけたぞ、あのクソガキだ。さっさとあれをよこせ、盗っ人め。砲塔弾？こんな寒いところにも砲塔弾っているのか。うるせえ、よこせ。気をつけろ。相手を間違えた。元気出せよ。逃げるがいい。来るのが早いな。まさか。あいつらが言ってたのってこの剣のことみたいだな。一体どういうことだ？なんて目で見るんだ。この僕が剣を盗むはずがないだろ。少し前、騎士団が門戸城外で砲塔弾を捕まえたんだよ。その際、彼らが違法に運搬していたものを全て押収してね。
この剣はその中にあったんだよ。誰も取りに来ず、どこから来たのかも不明。ずっと倉庫に放置されていた。倉庫に荷物を取りに行った時、偶然この剣に僕が気づいてね。まあこんな古い剣、錬金術の材料にする以外使い道はないんだけど。おい、押収されたものを自分のものだって言ってたのか。それでその剣を持ち出したと。ああ、この剣を使って実験しようと思ってね。ただ調査していくうちに、これの本当の来歴を知ってしまったのだよ。この古臭い武器は、とある鍛冶職人が作った伝説の魔剣なんだ。魔剣？鍛冶職人はこれを完成させたすぐ後に失踪し、剣も行方知らずになっていた。押収物の中に混ざっていたことから、おそらく砲塔団に盗まれ、ずっとそのままだったんだろう。え、剣を作った人が失踪したのか。うん、怖いぞ。それで呪われた魔剣なんだな。そうだ。君はドゥリンとこの雪山の話を知っているかい？ドゥリン、つまり数百年前に風神バルバトスとトワリンが共に倒したモンドの脅威だった黒竜のことだ。激戦の末、打ち負かされたドゥリンは空から落ち、真っ白い雪の中に打ち付けられた。雪山に積もる雪が一年中溶けないのは実に奇妙なことだ。ドゥリンがここに落ちたのは偶然か、はたまた必然か。必然だって言いたいのか。雪山を墓場に選んだのは、氷の力でドゥリンの毒を封印するためだったのかもしれないね。バルバトスのような神ならそんな方法を思いつくだろう。おお、銀融野郎ってそんなにすごいのか。これはただの僕の推測だ。だがこの雪山とドゥリンが深く関係していることは確信している。そして君の手の中にある剣は、ドゥリンの亡骸が材料として使われている。竜の亡骸？ああ、死んだ竜の目玉、爪、鱗、それらを粉末にしたものが剣身に塗られている。そうすればドゥリンの汚れと毒が剣の中に溶け込み、その力の源になるんだよ。これは非常に高等な技術だ。鍛冶職人は完成後きっと喜んで自分の手でその切れ味を試しただろう。彼がこの剣を使えば、汚れた力は塚を通ってその体に入り込む。それは常人では抗えない力だ。呪いにより精神錯乱に陥った鍛冶職人は辺りをさまよい、もしかしたらその身に何かが起こったのかもしれないね。うわー、トワリンの涙を浄化した君は類まれなる力を持っている。そんな力を持った君なら、汚れと毒に侵食されることなく、その危険性も排除できるだろう。そのためこの剣は君にしか扱えないってわけだ。そう言うけど、やっぱこの剣、うわ、光ってるぞ。これはまさに実験開始の合図だね。この剣はまだ弱い。だがこれには力を吸収しどんどん強くなる能力が秘められている。ある意味これも生き物と言えるだろうね。旅人よ、これを持って冒険してくれるかい？これを成長させてほしい。近いうちに全ての推測が検証されるだろう。